はい、桑田和子のオンラインミニ講義第67回です。今回は情報の2回目、前回情報の1回目として情報選択の基礎としてのお話をしました。まず、情報選択をする上で、の重要なこととしては、良い情報、悪い情報、正しい情報、間違った情報、いろんなものにとにかく数多く触れて、そのご自分の中での感覚をつかんでいく。あ、これは正しいな、これはなんか間違ってるんじゃないかな、みたいな、その感覚をこう育てていく。これ結構ね、時間もかかるし、めんどくさいと思うんですけれども、まずそういうご自分の中の感覚を育て、目利きになるっていうことが重要だというお話をしました。で、そしてですね、これがある程度身についた段階の話なんですが、そうすると、全てにおいてそれをこうずっとやっていくっていうのは結構時間がかかりますよね。大変なことです。なので、ここからは情報を選択し、正しく疑問を持つことができる人はどんな人かということに注目していきます。そういう、正しく疑問を持ってで情報を選択している人はどんな人なのかという人間の方ですね、前回はまず情報をとにかく情報に触れていくっていうことだったんですが、今回は人間に注目していくということです。で、情報を正しく扱っている人、そういう人間というのは信頼性が高いですよね。その人が発信してくる情報とか進めてくる情報というのは信憑性が高いわけです。ですから、そういう方はどういう人なのかということに注目してください。一般的にではね、一般的に言うとですね、プロモーションがうまい、そして専門分野で成果を上げている人というのが、いやー、この人の言うことなら確かだって思いがちなんですよね。思いがちなんですが、そういう人こそ注意が必要です。自分が情報を得る場合ですね、得る立場にいる場合に、プロモーションがうまくて専門分野で成果を上げている人という人が発信していることには注意を持って聞く必要があります。なぜかというとですね、そういう人たちは自分の意見の正当性を取るために情報を引っ張ってきているという可能性があります。いわゆる逆字という形になるんですけれども、自分の、これが正しいとかこれを売りたいという、正当性、それに合うものだけをピックアップしてきて見せている、プロモーションがうまいので見せてきているという可能性があります。ですから皆さんはそれを鵜呑みにするのではなく、もちろん専門分野で成果を上げている人だったりすると、その専門分野に関して正しいことも言っているわけですよね。正しいことも言ってるけれども、正しくないことも言っていたり、混ぜ込んでいたりとかします。あるいは、自分の意見とかね、そういうものに合わないものは出してこない。合っているものだけをピックアップして、それだけを見せているという可能性があるので、そのあたりは注意してみてください。で、そういう方が発信しているものに関して、ここは正しいが、これは正しくないな、というふうにご自分で精査するという必要があります。そうしていなければ、そういうことをやっていないと、有名であるとかね、成果を出している、つまりは権威があるっていうことですね。プロモーションがうまくて権威があるという人の発言に、すぐ信じてしまって、踊らされて、で、ご自分がね、間違った情報を得てるだけだったらまだいいんですけど、まだいいというかね、いいんですけれども、それを信じて良かれと思って広めてしまう側になってしまうんですね。ご自分が広めてしまう側、間違った情報を広める側になってしまうという危険性があります。積極的に人に勧めたりとかね、で、その元々が間違っているんだけれども、すごくあの人は素晴らしいから絶対これは正しいんだと思い込んでしまって、それを良かれと思って自分の、周りの人、友達とかね、SNS 上であったりとか広めてしまうんですね。これは全然悪気はないんですけれども、実はすごく害になっています。ですから注意してください。
他にですね、ご自分が専門家である場合、自分が専門であ あるとか、そういう分野ですね、あるいは何かこうすごくこれは確かだ、確実だっていうふうに信じているもの、そういう前提があると情報は正しいんですが、これが正しいっていうふうに思いながら見ていると、その情報を曲げて解釈してしまったり、その解釈を人に広めてしまったりっていうふうになってしまいます。ですから、情報を受ける側であっても発信する側であっても、本当の本当はどうなのかということを常にこう疑問を持って、正しい疑問を持って、いつも見ていく必要があります。はい、今回は情報の2回目ということで、正しい疑問を持つというお話をしました。ありがとうございます。